1947年10月21日東京町田市体育館で旗揚げして今日が20周年東京日本武道館です。1万6300人超満員になりました。首都圏100回連続満員記録であります。さあ人間魚雷テリーゴディの入場。初来日は1983年8月です。この時テリーファンクの引退試合で観戦とともにファンクスと戦った名勝負は忘れられません。そしてアンドレ・ザ・ジャイアントであります。90年に東京ドームでのレスリングサミットでジャイアント馬場選手と巨人タッグを結成、ファンの夢を叶えてくれました。以後世界最強タッグ決定リーグ戦では2年連続ジャイアント馬場選手とコンビを組んで日本列島を縦断、最後のレスラー生命をこの全日マットにかけております。1964年18歳でプロレス入り、モンスターロシモフの名前で1970年1月初来日、大巨人の名前を欲しいままにしております。223センチ200キロアンドレ・ザ・ジャイアント、大巨人が今リングサイドであります。まさに夢、日本武道館、まずゴディ、アンドレ・ザ・ジャイアントと揃いました。全日本プロレスのエース鶴田が入場してまいります。ミュンヘンオリンピックアマレス日本代表を経て昭和47年プロレスに就職しますとの名言とともに全日本入門、翌48年渡米し本場のマットでデビュー、50年に馬場組んでのインタータック王座、51年ユナイテッドナショナル、58年インターヘビー、59年日本人初の AWA 世界王座らし、平成元年三冠ヘビー級を統一しました。馬場ともに20年間プロレス全日本を抑えてまいりました。21歳でプロレスデビュー、69年ジンキースキーを破って第46代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、実に4年3ヶ月世界最高峰を保持しました。そしてその年初代に位して馬場の挑戦を受けた NWA 戦、さらに馬場のインターに挑戦した一戦は名勝負として語り継がれております。弟テリーとのファンクスとしての来日は1970年、翌年にはインタータッグチャンピオン獲得、75年にはテリーが NWA チャンピオンとなり史上初の兄弟 NWA チャンピオンとなりました。そのテリーファンクも今日は来日花を添えております。世界最強タッグ決定リーグ戦、このコンビファンクスで3回優勝を遂げております。元 NWA 世界ヘビー級チャンピオングレートマキさん、ドリーファンクルに入ってまいりました。世界の不審官スタンハンセンです。73年プロデビュー、75年初来日、76年ニューヨークマディソンスクエアガーデンでサンマルスとの首をへし折り一躍スターダム、81年世界最強タッグ、あの空間に衝撃の登場以降、馬場との PW ベルトを巡る戦い、テリーファンクとの抗争、ブロディとのコンビ、三冠王座を巡って今鶴田と激闘を続けています。不審官ハンセン入場です。昭和35年9月30日、一人の偉大なレスラーがデビューしました。もちろん世界の巨人ジャイアント馬場、昭和13年新潟県三条生まれ、昭和29年栄光の巨人運営の入団、そして挫折、苦難と昇進の青春は野球界を去ることで終わりました。そして昭和35年日本プロレス入団デビュー、大の青春はプロレスとの出会いでした。そして理想のプロレスを求めて昭和47年全日本を設立、日本人初の NWA ベルトダッシュ、そしてその頂点を3度極めました。日本プロレス史今でも金字塔であります。20周年記念特別試合6人タッグマッチ60分一本勝負を行います。20周年記念特別試合です。グランコーナー290ポンドテリーゴディ、人間魚雷テリーゴディ、450ポンドアンドレザジャイアント、大巨人アンドレザジャイアント、270ポンドジャンボ鶴田、全日本のエースジャンボ鶴田、長コーナー265ポンドドリーファンクジュニア、グレートメキさんドリーファンクジュニア、300ポンドスター
30周年おめでとうございます。キングオブスポーツプロレス、そしてキングオブプロレスジャイアントババ、あの16問キックでレスラーの喜び、怒り、悲しみを僕らに教えてくれましたジャイアントババ。今幾多のライバル、そして親友に囲まれましての思い出のシックスメンタッグマッチ。さあ竹内さん、竹内さんはこの53年から66年まで日本テレビの解説を務められまして、40年からは取材活動を続けてらっしゃいますが、いやーついに実現ですね。今のね、一人一人の入場を見ただけでね、はい、20年間全日本プロレスを見てきて本当に良かったと思いますね。そうですね、誰をとっても超一流、20年間の集大成、世界最強の男が6人います。山田さんはどの辺注目されますか。いやーとてもね、久しぶりに解説をするので感激してます。そうですか。本当にね、歴史を感じるメンバーがね、リングの上に勢ぞろいという感じですね。そうですね、まあ、特に竹内さん、この馬場から、ハンセンへのタッチ、あるいは鶴田からゴディへのタッチ、これを我々まだ見たこともないわけですからね。今ね、ハンセンがね、馬場選手に自分が出るからね、コーナーに入っててくれと、こういう指示のこういう場面を見るだけでね、もう大感激ですよね。そうですね。さあスタン・ハンセンがまず出ます。世界の新刊スタン・ハンセン、ジャイアント馬場選手とは PWF を巡る数々の闘争がありました。かつてのパートナーゴディが相手です。さあスタン・ハンセン出てまいりました。意地と意地がぶつかり合います。プロレスでよかったなという思いがいたします。馬場さんね、この6人タッグでね、今日はいくつの夢が見れますかね。ねえ、本当ですね。すごいトップの張り合いだ。ハンセンとゴディ、あ、ハンセン、ゴディそれぞれコールが鼓舞しております。さあゴディのエルボーいきました、エルボーいきました。スタン・ハンセンも打ち返しています。山田さん、ハンセンにはいろいろ思い出があると思いますが、山田さんは、おー、ごハンセンと一緒に入院したことが終わりなんですって。そうですね、十二指腸潰瘍でテキサスで、アマリロで手術をした時にですね、たまたま同じ病院に彼が足を骨折してましてね、本当に新人時代ですけれども。あ、そうなんですか、はい、その確か平身区の取材の時でいらっしゃいましたか。そうですね、はいはいはい、本当にね、いかにもカントリーボーイという雰囲気でね、その頃から頑張り屋だったんですよ。あ、これここまで大きくなるって想像されました。いやー本当にね、その時はテリーファンクの関係で入ったばっかりでね、はいはい、テリーが、まあ、目をつけてましたけどね。さあジャイアントババ出てまいります。ハンセンとのコンビが、あ、ハンセンがステババの学生で竹内さん、嬉しいですね。いやー嬉しいですね、この嬉しさですよ ね、 竹内さんも目尻がすごいっぱなし、あ、ネックブリーカードラットテリーゴディに打っていきました。山田さんは馬場選手がですね、入団して初めての修行の時に取材をなさったそうですが。そうですね、はい、まあ本当にまだ日本橋の人形町の道場の時ですね、ドラッピックテリーゴディ、さあ16問から、いやー、それをね、鶴田がカットするというのがね、またこれは何とも言えないですね。さあ、馬場鶴田思い出します武道館、第5回チャンピオンカーニバル、昭和52年、この馬場と鶴田が決勝戦を行いましたのがこの日本武道館。ジャイアント馬場が4連覇を成し遂げております。鶴田は言います、1年に1度馬場さんと戦って自分の成長具合を確かめてきたんだ。若き日の鶴田はそう語っています。水平打ち、ジャイアント馬場突進する。さあ鶴田の取り橋でも、ここは亡きブロディと63年インターナショナルヘビー級選手権負けましたが、思い出の名勝負の場所、ジャンピングリーから王が入る。師匠にジャンピングリー、山田さんに今度は振りましょう。いや素晴らしいですね、本当に師匠に対してね、はい、これだけ思い切った攻撃、まあ、本当に20周年のカードでこういうことが実現すると、はい、まあ、本当にね、鶴田選手振り返ってみますとね、はい、馬場選手から初めてゴールを奪って、はい、それ以来めきめき強くなりましたからね、本当に今師匠と弟子ということなんですが、はい、まあ、リングに上がればね、今のようなハードな場面もあるわけです、はい、さあ馬場が振り返します。鶴田が帰ってきます。逆水平、ジャイアント馬場にとりましても昭和41年インターナショナルヘビー級選手権、おお、そそり方ですか、これは
フレッツソン・エリックに対しまして7回目の防衛、インターセンをクラッカー思い出の場所、テリー・ゴディが出てまいりました。まあ、ジャイアント馬場選手は言います、10年前20年前と比べあんなこともできなくなった、それは自分がよく一番知っている、悲しくなる、でも頑張るという気持ちが大切なんですと我々に語ってくれています。さあ今度はドリーです。これも指定対決ですよ ね思い出しますのはアマリロであります。ハンセンもこの鶴田もドリー、テリーのファンクスの下で修行を行いました。山田さんね、はい、この鶴田選手のアマリロでの合宿、それからあの帰国第一声を取材されてるそうですね。そうですね、確か羽田東京ホテルだったと思ったんですが、はい、今鶴田とハンセンがやり合いましたが、はい、鶴田選手もね、ハンセンと同じ時代に同じ時期にアマリロで修行したわけですね、はい、まあ、本当に同じ釜の飯をね、はい、食べ合った仲なんですが、リングの上ではこうやってね、はい、大変に激しい戦いをね繰り広げると、はい、まあ、それがプロレスラーの宿命ですね。なるほどね、その帰国大生にはハンセンという言葉は出てきたんですか。そうですね、はい、なかなかねいい選手だった、その頃から彼は面をつけてましたね。なるほど、すでにもう目をつけていたというジャンボ鶴田。さあ師匠ドリーファンクジュニアとグラウンドのテクニックは互角、修行2ヶ月目でこのドリーの NWA チャンピオン王座に挑戦させてくれました。このドリーファンクジュニア、ドリーがNWA を防衛した最後の試合なんですね、武さん。そうでしたね、この後レースに敗れて NWA 王座を転落しています。まあそういう意味では本当に武さん、胸の広い全日本を支えてくれた、鶴田を支えてくれた師匠ということになりますよね。まさにこの全日本のね、まさに支えた神様ですよね、はい、そうなんですね。そしてドリーの父シニアがこの旗揚げ当時いろんな外人選手を全日本に送ってくれました。さあ今度はアンドレジャイアントが入ってまいります。昭和45年初来日のアンドレジャイアント、さあ今日は馬場選手と戦うシーンがあるか。まずはドリーと戦います。おドリーファンクジュニアが、お馬場、おさあどうだ、さあどうだ、馬場選手が自分が出ると言ってて手を出してるんですよ ね出してない。今アンドレジャイアントは方を進めておりますが、まずはドリーであります。さあいい形でタッチが行われるかどうか。うわっと、まずは左の喉は、このアンドレ選手の手は28センチ縦にあります。そして横には16センチあります。大鵬が 19.2、 柏戸が現役時代 19.4、 馬場が23、このアンドレは縦に28です。フロー攻撃に行きました、アンドレザジャイアントであります。武井さん、馬場選手に昭和50年にインタビューされていますが、その時に私はゴング紐解いてみましたら、はい、馬場選手はこのアンドレとも戦ってみたい言ってましたね、まあ、ただあの時はね、それはまた夢のまた夢と思ってたんですけどもね、はい、それが今まさにね実現しようとしているわけですよね。さあ巨人対決、巨人対決、プロレス史に残るシーンであります。キャッチしてほしいですね。しかしドリーファンクジュニアにも意地があります。さあアンドレジャイアントです。今年の5月に左膝の手術を行いました。しかしご覧ください、元気いっぱいアンドレジャイアント。さあどうだ、かつてはあのレスリングサミットで、おーソットタッチ、ソットタッチであります。ドリーファンクジュニア、レスリングサミットで今年4月にコンビを結成、アンドレとババ今相まみえます。さあ両選手の思いはいかに、やや涼しげな表情、いや相手を睨み据えたジャイアントババ今組み合います。2メーター9センチババ、2メーター23センチアンドレジャイアント。山田さん、間近にアンドレとババがいます。いやそうですね、本当にプロレスファンならね、はい、大感激のシーンですね。まあずっと前にね、馬場選手が初めてハワイのバトルロイヤルで、アンドレとですね、戦ってるんですね。タックル互角、はい、まあ、そういうことからね、もう本当にこの戦いが目の前でね実現してるとすごいですよ。これも互角だ。それから水平チョップを打っていく、アンドレ通れません。さあハンセンとのデンコロでも見せたヘッドカット、そしてサバ折り、ブルーのサンバルツトがかつてジャイアントババの腰にサボりを集中打を行いましたが、その時にはジャイアントババ脳天チョップで逃れました。アンドレのサボりはどうでしょうか、竹内さん。サンバルツトのね幻想もありますしね、ほぼブラジルのヘッドバットの幻想もこのリングの中にありますよね。ありますね。いやね、とにかくアンドレ自分のね身長とかリーチとかっていうのは実にうまいね技で出してますよ ね。さあ今度はハンセン、ハンセンとアンドレ昭和58年デンコロ、
その時にはアンドレがハンセンの左腕を殺しに殺しましたが、ウエスタンラリアットをスピッチョリン。あの時にはヘッドバット、アンドレが積極的に攻めました。そして両者リングアウトの後、反則勝ちで延長。スタン・ハンセンが星を取っておりますが、さあ夢の対決、ハンセンのチョップ、アンドレロープにロープロープ危ない、これは危ない、ロープに宙吊りの状態となりました。さあスタン・ハンセン、武さん、この人はレスリングの常識を変えた人ですよね。そうですね、やっぱりドリーファンクが作った一つの歴史をですね、はい、また原点に戻したのがスタン・ハンセンでしたからね。あ、アンドレが足を出す、突進を止めました。しかしハンセンがもうシャーニムに飛び込んでいきます。それからこの武さん、ハンセンがこの力強いプロレスを見せてくれたことで、おお、18本キック、ボディと、そして痛めた腕に打っていきました、アンドレ。このハンセンが生き返ったということで、ジャイアント馬場選手も復活したんですよね。そうでしたね、東京体育館の名勝負ですよね。そうですね、年間ベストマッチ、ああ、これはよく読んでいきました。アンドレ必死のエルボーをドリーファンクジニアステップバック、これは右肘に大きなダメージが残ります、アンドレザジャイアント。武さん、膝の具合も良くないでしょう、膝の具合も良くないでしょう。今のでもエルボー、なんか全日本で10年のために来てくれた。やっぱりね、この記念行事のためにね、アンドレやっぱり自分の痛い時間をね、やっぱりその抑えてるまでね、やっぱりこう流してくれたんですよね。そうですよね、このここの息を変えたいですね。これが全日本プロレスです、全日本の外人です。たくさんのありがとうを送りたいと思います。さあ今度は鶴田が出てまいりました、押し込んでいきます、ジャンボ鶴田。三冠戦をめぐる現在のライバルジャンピングに、さあ場外はアンドレとハンセン、アンドレも負けていません。いや、高橋さん元気ですね、意地を見せますね、意地を見せますね。アンドレジャイアントであります。さあ今度はハンセンと鶴田、リングの中であります。さあ逆エビがために入ります。この2人は何回もお話になりますが、あまりのでラーメンをすり合って、ジャンボ選手が日本から送られてきたラーメンをハンセンが食べてしまったんです。今このハンセンは今でも日本でラーメンを食べて、その初心を忘れないようにしているというラーメン好きであります、このスタン・ハンセン。その余裕がぶつかっているわけであります。そしてテリーゴディーダー、さあダブルのキック、オープンは鶴田バカの連携、これももう二度と見れないでしょうね。はい、早くも王が入っています。さあ今度はあジャンピングニーがエルボー、ゴディの野田元、そしてラリアットスタン・ハンセン、いやーすごい試合になってまいりました。さすが超ヘビー級同士の対戦であります。先ほどお話に出ましたこの山田さんの入院を見舞ったスタン・ハンセン、まあ、一緒に入院していたわけですが、その後オクラホマへ戻りまして、ブロディと最強のコンビを結成したのは言うまでもありません。ボディスラム、声が出ていますスタン・ハンセン。山田さん、日本のテリー・ゴディにもいろいろ思い出があると思いますが、そうですね、はい、本当に初めて来た頃はヤンチャー坊主でね、ブロディと一緒に連れられてきたそうですね。そうですね、将来どうなるかと思ってたんですが、やっぱりすごい選手になりましたね。かなりお酒飲むそうですね、ダブルアームスープレックスか、ゴディ、ゴディこらえる。そして、変化の方とエルボースマッシュ、ダブルアーム、どうだ、ゴディ頑張る、差し打っていく、ダブルアームスープレックスであります。山田さん、なんかゴディに日本の梅酒を教えてしまったそうで、そうですね、まあ、大変に陽気な人ですからね、はい、なんでボロンじゃん、そうですね、そうなんですか、ラリアット、まあ、その梅酒をですね2時間に2勝飲んだテリーゴディでありますが、ラリアット、そして酔いつぶれたテリーゴディを魚にブロディが飲んでいたという、そういう思い出があります。パワーボム、ドリーノースジャイアントゴムのカットであります。カットも黄金プレー、そしてタッチワークも黄金プレーということになります。さあテリーゴディがジャイアントババを送り出しました。そこにはタッグの盟友アンドレスジャイアントがカットに入っております。さあこれはどうでしょうか、こらえます、こらえます、テリーゴディこらえます。さあスプリングチョンウォールドのチャンスですよ、あとテリーガンプがねそばにいますね、おアンドレ掴まってきましたね、アンドレネルボーダー、アンドレネルボーダー、しかしアンドレはババとテリーをドッキンとリング上ではスプリングトーンホールド、
スプリングトーホールド天下の宝刀20年の味テリーゴディ参った次第ジャンボツルタが出ましたテリーゴディテリーバンクがハンドルにパンチを打っていくババス竹内さんこの場面どう推測されますババ選手は必死に止めてるんですけどもね、テリーのあの企画気骨ですからね、これは止まりませんね山田さんやはりあーっとジャンピングに誰を実況したらいいのかわからないカウントは2でありますいやテリーとドリーのこの性格の違いみたいなものも今ロングリングでお楽しみいただけたと思いますさあうんとジャンピングに捉えるそしてスプリングタワーホールドさあかつての師匠の弟子ジャンボ鶴田参ったかどうなんだジャンボ鶴田どうだジャンボ鶴田どうだ思い出すあまりの遠征さあ胸を打たれたあ首が痛めドリーがさらに抑え込むこの2人で決まるのかどうだ完璧最後はショートリーファンクージュニア夢がいっぱい詰まっていましたいや山田さんあのねドリーファンクがこの試合が決まった時にね全日本50周年馬場さんにピンボールを僕がプレゼントしたいと話してくれていたんですよしかしね素晴らしいね幕切れでしたねはいあ最後はスルタがドリーバンクジュニアをドリーもね必死にこのねなんとかエビ型を返そうと思ったんですね、はい、最後はやっぱりジャンボの体重にね押し込まれてしまいましたね押し込まれておりましたがそうですか、まあね、しかし味わい深い一戦はい山田さん勝ち負けは別としてね本当に素晴らしいね、味のあるね、はい、試合でしたね本当ですね